ちゃんマッチョ。今日はなんかその新メンバー3人で集まるということで、そうですね、普段僕がその皆さんとかメンバーに見せれてないところとか、まあ見せていけたらいいなと思います。まあ楽しみです。どうも、レポです。新メンバーだけで集まるっていうのは初めてみたいなので、他の人たちの意気込みとか、今後何をしたいのかっていうのを聞けたら嬉しいなと思います。お、どうも。どうも。先に失礼します。ちょっと前来たばっかです。あ、そう。はい。ちょっと勝手に飲んじゃっていいですけど、大丈夫ですか？あ、いいよ、全然。大丈夫ですか？キウイ。ちょっとキウイが飲みたい気分だったんで。いいね。じゃあ僕、ここで、ショックを。あ、そっち大丈夫？あ、全然大丈夫ですよ。あ、なんか背もたれあって、なんか良さそうですね、そっち。楽、めっちゃ楽。気持ち悪い。飲んじゃってんすか。あ、香港ですね。原産国名。55% マンゴー果汁入りだから。あ、そっか、55%。こっちも 55% ですね。そこ気にするか。いや、その辺やっぱきっちりしてんだな。火通してあるのかないのかっていうのが大事なんだよね。あ、そうなんですか。火通しちゃうとビタミンが死んじゃったり、酵素が死んじゃったり。へぇ。どうも、りょうです。2人とも話上手いからな。ちょっと僕、お湯感じてます。でも、楽しく頑張っていきます。よろしくお願いします。おーい、どうもどうも。あ、どうもどうも。どうも、そうでしょ。そうです。はい。いや、もうこっち。おーい、なんか、もう飲んでるね。あ、そうそうそう。僕最初に来て、もう勝手に選んで飲んじゃってるんですけど。あ、すいません。ちょっと、一番年下が。あ、じゃあ、これだから乾杯しましょう。あ、もう、開けて乾杯しまーす。あ、開けて乾杯。開けて乾杯。なるほどね。では、では、では。では、じゃあ、締め番回で。なるほど。乾杯。乾杯。うぃっす。何入った？それ、グレープフルーツですね。うん。消去法でそれになっちゃったんですよ。全然うまい。やらないです、まだ。すげー味すんな、これ。飲みますね。マジでいいの？え、ちょっと、ご家庭で。あ、ちょっと、ここも読んでみましょう。グレープフルーツ。キウイ。うまっ！うわっ！うまっ！苦っ！苦っ！ちょっと、大人の味で。大人の味。俺に回す。まず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 。もちろん、おめでとうございます。こう溶け回りでいくんだ。無意識でやっちゃったんですよ。あー、キウイだ。俺でもいい。これだ。甘っ！これ甘い、甘いですね、めちゃくちゃ甘い。糖質一番多そう。糖質いくつ？これ 5.5 ですよ、これ。で、これ7.8。そりゃ、でもマンゴーは17.7。そりゃ甘いよ。3倍。3倍だ。そりゃ甘いよ。やべえ、めっちゃ甘いだ。うん、いや、でも、ほんといいな。今日、でもこう集まったんだけどね。はい。こう、新メンバーで揃って話すなんてね、しかもこんな空間でね。そうですね。逆に緊張しますよ。なんか改まっちゃってね。ぶっちゃけ、はい、こう、新メンバーで俺が入るにあたってさ、はい、気になるところ多々あると思うんだよね。うん、いや俺も、まあ、話しても分からないところでもあるんだけど、はい、どうしてなろうかなと思ったとか、ああ。逆の話ちょっと聞いてみ。二人のも、正直二人の話はね、俺自身が聞いてね。あ、そうですよ。なんでね。話します。あ、じゃあ、僕、いいの。あ、いいの。すごい、いつももう、ね。いや、まあ、すぐから。すごい。
ああ、そうです。見習わないとな。あの、僕は、ずっと心の中に筋トレっていうか、自分にはなんかこう、筋トレが、しかないんじゃないかみたいな、その筋肉、こう、才能があるなら開花させたいっていうか、もうそれしかないみたいな。可能性を秘めてたんだね、なんか。なるほどね。そうですよ。で、まあそこから筋トレって調べてみたら、まあなんか、なんだこの8パックみたいな。この、コッペパンみたいなの持ってる。これなんか、持ってるからね。持ってるからね。あのなんか、なんだこれ。やばいね、あれ、印象強すぎる。あれは。そこで、なんかこう、正直、なんかその筋トレ動画投稿者とか舐めてたんですよ。何も知らないくせに。うん、まあ、サイマンさんが初めての筋トレ動画 YouTuber だったんですけど、うん、まあなんかそれ見てるうちに、なんか面白いな、みたいな。なんか、俺も筋トレ始めっかな、みたいな。うん、じゃあなんかこう、その時に兄貴が、ビューレジェント知ってるみたいな。言ってきて、え、何それみたいな。プロテインみたいな。なんかお前も筋トレ始めるならこれ安くておすすめだよ、みたいな。なんか話聞いてて、あ、そっか、みたいな。で、なんかサイマンさん動画見てたら、なんか、ビューレジェントと、なんか、マッチ29で。単語出てきて、あ、なんだこれみたいな。で、マッチョと言っていないと、え、なんだこれ面白い、面白いっていうか、なんか、あ、なんかこれ、うん、俺、もし入れるんだ、入りてえな、みたいな、うん。思って、そうですね、まあ、3週間ぐらいした後に、あの、新メンバーオーディション募集のあの、トラさん、トラさんの。あれも、キンキンだね。すごい。いいね。で、なんか、まあ、こう、きっかけは別にその、なんていうんですか、こういうマッチョになりたいとか、うん、マッチョになってこれをなってやろうみたいな、こう具体的なものは何もなくて、うん、なんか飛び込んだ感じです。いやでもすごいね、それで。そうっすね。そうっすね。いやもうほんと、バクバクですよ、はい。今しかねえなっていうか、なんか不思議とそういう、なんか、運命って言っちゃ大げさですけど、出会いみたいな感じでなんで、行った感じですね。いやでもなんか、そう。キュア。キュア。でも姿勢から感じるけど、挑戦、まさにその言葉についてるからね。そうですよ、だから LINE のところにチャレンジャーって一言のところにチャレンジャーあ、そうだそうだだから書いてあるんですよ。で、普通につまるそうそうそうです。はぁ、なるほどね。そうなんですよ。いいの、めっちゃこのまま社会に出て、社会人として生きてもなんか、モヤモヤしたまま、なんかそのまま寿命を終えて死んじまうのって絶対なんか悔しいし、俺絶対笑顔で過ごせないな。なんかせっかくいただいた命っていうか、ここにある命、なんか、一生懸命使わなきゃもったいないな、みたいな。全然間違ってないよ。間違ってない。全然、間違ってない。当たり前のことだと思ってる、僕は。おぉ、こいつね、当たり前として。当然だよ、そんなの。一回しかないんだよ、人生。わぁ。いや、もう、すごいっすね。いや、もう、そういう姿勢の人たちの集まりじゃないですか。本当に。いや、僕は救われてますよ。いや、本当に。恵まれてるじゃなくて、救われてるんだし。いや、本当に救われてますよ。僕は、あ、ごめんね。大丈夫？大丈夫。僕は大学帰った時に、物理とか科学やってたんですけど、まあ、今までずっとラグビーやってて、で、大学帰ったんです、やったんですけど、もう足首と腰が限界で、もうどんどんできなくなっちゃって、できなくなっちゃって、それを機にもラグビーもやめて、やっぱり突然ずっと、もう十何年間スポーツやってきたんで、突然スポーツやめるって気持ち悪くて、で、まあ、じゃあ大半身元気だから、じゃあ筋トレするか、みたいな感じで筋トレを始めて、結果すぐ出てくるじゃないですか、最初って。うん、あで、ほんと3ヶ月だよね。ほんとに、ほんと3ヶ月だ。ほんとに3ヶ月なんですよね。ほんとに3ヶ月なんですよ。怖いな、怖いな。あら、俺はそうそう、3ヶ月経つよ。リミットが迫ってる。怖いな、リミットだね、今。リミットじゃない。で、筋トレの素晴らしさっていうのも分かっちゃって、でそれでなんかもっと学びたいなと思って、大学内で文献してわざわざ運動生理学とか運動栄養学とか身体科学とか解剖学とかいろいろ勉強してて、なんか学んでて、これを学ぶのは多分自己満だと思っちゃったんですよ。なんかただ学ぶだけって、だからそれこそなんかまあね、一人でいろいろできるじゃないですか。それと一緒な気がしちゃって、じゃあこの素晴らしさっていうのを誰かに伝えたいなと思ったんですけど、まあ、SNS で結構そういう発信をしてたんですけど、ちょくちょくなんで脂質が必要なのかみたいなのをしてたんですけど、言ってましたよね。そうそうそう、テストステロンの音みたいな、うん、でもそういう話をしてもやっぱ結局、まあ、フォロワー1000何人しかいなかったらその人たちしか届かないと思って、でもっと日本っていう規模でその マッチョの概念を変えたいって言うと変ですけど、その筋トレに対するイメージをそもそも変えたいっていう、運動をするって本当に健康になる近い道だと僕思ってるんで、真剣に思ってるんで、で、まあ、そういうことをずっと思ってた目先に、まあ、マッチョメディアラインのオーディションがあるって思って、
わ、すげえやるんだみたいな、うん、あ、でも僕なんか僕はちょっと違うなって思ったんですよ。なんか僕が行っても多分受かんないんじゃないかなと思ってて、うん、で、そしたら、まあ、マスクさんから連絡をいただき、うん、その結構前にトレーニングしたことがあって、で、まあ、もしよかったら出てみないって言われて、うん、で僕正直すごい弱気だったんで、それに関しては、はい、で、なんで僕がいいと思いますっていう話を聞いたんですよ。で、そしたら、まあ、もともと知ってて、その栄養に関する知識とか、あとハーフだから面白いんじゃないみたいな、その日本の日本人のマッチョ以外の視点からもいろいろ入るから楽しいんじゃないって言われて、あ、こうしっかり考えてくれてると思って、これは面白くなるんじゃないかと思って、その日からもうスイッチオンにしていろいろ発信していくようになり、日本のマッチョ、マッチョって健日本健康にしたいって、で健康についてどうしたらいいんだって、筋トレで、筋トレやってるのってマッチョでしょみたいな、じゃあマッチョで今一番活動してるのってマッチョ29ってお世辞とかじゃなくて普通に考えて、それで行こうと。へぇー、かっこいいなぁ。もうバッチリ合ってますね。もうバッチリ合った、そこは。ほんとに。でも俺もそのまあまあちょっと29に入った理由なんだけどね、まず一番の大きな理由は、まあ、自分の自己アイデンティティ、うん、確立、もうほんとにそれに尽きるかな、うん、ちょっとまあ、あの前職とかも今までの経験を含めると多分だいぶ移植に入ってくるかなと思って、そうですね、ちょっと、まあ、ひけらかすつもりではないんですけど、その敬語になっちゃう、ちょっとね、その、自衛隊の経歴は、うん、正直言うと同じ年齢と階級の人からたちも、うん、羨ましがられるものであったんだ、それがまあ過去の栄光で、ね、で、それとあといた部隊も、うん、その陸上自衛隊の中でまあ、一番提供とされる場所にいて、確率で言うと15万人、今15万人ぐらいにいるかな、15万人分の1000とかだから、まあ、だいぶ少ないかな、15万人分の1000ってマジですか、の中の1人に1人に入るんだよね俺。えっ、すげえ倍率高い中に、え、マジっすか、ね、すげえっすね、っていう経歴があって、うん、だけど俺の中でね、本当に西君が言ったその自分自身のモヤモヤ、そう、あ、わかります、このままでいいのかなっていうモヤモヤが、本当俺自身もね、すっごいやってて、その前職に関して言うと空虚、うん、言葉一つ言うとそんな感じ、何をやってるんだろう、あ、なので、そのギャップについていけない心がついてあって、ちょっとそれについてこのまま続けていって、生活はできる、生きていくこともできる。だけど、自分の人生として全うしてるのかっていうところに関して言うと、うん、ノーって強く言ってる自分が常にいて、じゃあ、それで、俺何やりたいんだろう、ずっとその期間、体力が必要だったからずっとトレーニングやってきたんですね、もう6年。それで、まあ、6年の体ではないと言われる時もあるんですけど、でもそれでも6年やってきて、今ではもう、まあ、訓練のためがもう自分のため好きだからやってるっていう風に変わってきて、この楽しさなんだろうって思って、これは多分死ぬまでは絶対続けるなって、これってもしかしたらなんか役立てられないかな、そのまあとある先輩が、まあ、ちょっと29っていう某アイドルがいるんだけどめっちゃ面白いよみたいな、なんだよこれとか言いながら最初は笑って見てて、でも本当にその時って言ってしまったらもうちょっと火がついて、もう去年デビューしてすぐぐらい、ああそんぐらいです、でもこれでだいぶ自衛隊の中ではなんかもうポポポポポってしてる人が何人もいて、あれなんか結構ペース早くないかこれ来るんじゃないか、で今人数これで、でもしかしたら新潟これからオリンピックとかも含めていくと、うん、もうフィットネス業界上がっていく、間違いないです、これってなんか付け役になるなって薄々感じてて、うん、これってもしかしてチャンス、じゃあ今もし仮にやめるやめるやめたいやめたいをやめるとしてオーディションがあって受けて、それ受かったらすごくねえかなっていうビジョンが思い立って、あなので僕はその時にこれやろう、これちょっとしがみついてみようっていうものにかけてみて、でそしてやめてみたら本当にオーディションがあって、あもう嘘だろうねこんな早く、で当日、いやもう、ね、俺に何がある、何もないけどどうするって
草買ったな。動物を、ま、たそこで出てくるんですか。そこでもう本当何もないからね。もう本当に今回はここまで。そして次は恋愛編。高校やろうぜ、連れてって。マジでそういう人が言ったらマジ行くんですよ。そのあと夜に3人が語る恋バナとは、この人だって思ったらもう顔とかスタイルとかも何も関係ないですよ。遊ばないの出た。なんだよ、めっちゃモテるじゃないですか。モテさせていただいたんですけど、あ、まあ僕バカなんですよ本当に。なるほど、うわ、なるほど。あ、なるほど。その時はなるほど。続きは5月1日の劇団マッチョで、下北沢シェルターにて11時半より開演。初回の方に限り中高生そして大学生を無料とします。こちら必ず学生証をお持ちください。